元気ママキッチンへようこそ。前にねフライパンでブロッコリー&チーズ作ってすごい大好評で、それを今度はレンジで作るバージョンショートでご紹介しました。それが結構ねとても評判が良くて、私も今では電子レンジで作ることがすごく多くなりました。なので今回はちゃんとした動画で撮り直してみました。ブロッコリーは私は小房に開けてよく洗います。50度洗いするのもいいですよ。ブロッコリーは水気もねよく拭いてくださいね。こうやってね包んでえいえいってやればいいですよ。はい、では早速作っていきたいと思います。ブロッコリーざく切りしていきます。ざく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 、こういったねボロボロになった部分があっても大丈夫です。もう最近私よくねこのブロッコリーのざく切り動画シリーズ出してますけども、なんかいいんですよこのざく切りが。で茎の部分もねこうやって1センチ弱ぐらいにザクザクと切っていきます。このざく切りブロッコリースープとかにするにもね芯も柔らかくなって食べやすくておすすめです。お味噌汁とかもね、もうちょっと入れよう。でブロッコリーの量はもう適量、食べたいだけ、容器に入るだけで大丈夫です。よっよっと全部入れていきます。こういったねボロボロになった部分もこれがねチーズに絡んでね美味しいんですよ。今日使ったレンジ容器も3COINS のビストロヌードルです。これもねめっちゃ便利、洗うのも便利だしボウルとしてもね私よく使ってます。はい、そこにオリーブオイルを回しかけます。まあだいたい小さじ2から大さじ1ぐらい、もうちょっとかな、小さじ2ぐらい入りました。そしてお塩を一つまみ入れてよくね混ぜ合わせます。全体にねオイルが馴染むようにしてください。これ前にねショートでね紹介したんですけど、あまりにもね反響が良かったんでちゃんとした動画にして一人でも多くの方に見てもらいたいなと思います。非常に手軽なんですよ、もうほぼ毎日食べてますこれ。はい、そしてこれを600ワットのレンジで、そうですね、だいたい2、3分加熱します。あ、蓋をしてね、蓋をして加熱します。2分加熱しました。もう少しでブロッコリーいっぱい入れる場合は3分ぐらいチンしてもいいし、まあどうせまたもう少しねチンするのでもうちょっと柔らかくなります。シャキシャキが好きな人は2分ぐらい、柔らかいのがお好きな方は3分ぐらいかな。そしてそこにチーズをね一つかみ、まあお好きなだけ入れます。もうお好みで、もうちょっと入れよう。はい、そしたら次は蓋をせずにチーズが溶けるまで2分前後加熱します。いってきます。はい、できました。なんて簡単、レンジで簡単。こんな感じです。あららら、らこんな感じです。ひょー、美味しそう。いただきます。早速じゃあいただきます。ほらほら、チーズがとろーん、なんかまるで簡単なチーズフォンデュのような感じですね。お皿に入れて食べようとしましたが、やはりこのままいただきます。多分どうせね全部食べちゃう一人で伸びてますねチーズ。ではいただきます。熱っと言ってますね。そして美味しさを噛みしめております。もうナイスグッド。もう撮影を忘れて黙々と食べております。うまー。冷めてもレンチンできるからいいですよねこれ。モニター見て何か気づきましたね。あ、あれぶら下がってるのは手袋です。ゴム手袋ご質問が来る前にお答えしておきます。めっちゃ美味しいのでぜひ作ってみてくださいねお腹空いたのでパン焼いてきました。パンの上に乗っけて食べたいと思います。バター塗るかどうか悩んでます。どうしよう。まあいいや、塗っちゃえ。カロリー爆弾。いいのいいの、たまにはね。ちょっと温め直してきます。レンジだとこういうこともできるからいいですよね。のせて、ひゃー、ブロッコリーを広げて、もうこの茎が美味しいんですよね。そしてさらに白身カリカリ目玉焼き、これ皆さん動画見ていただけましたか。白身がカリカリで黄身がとろーんの目玉焼き、ショートにもねあげてますのでぜひご覧ください。我が家の目玉焼きはもうこれ一択になりましたっていうお声もたくさんいただきました。ここにマヨネーズをね乗せたいとこですが、そこはもう今日我慢します。ではいただきます。うーん、やっぱねパンに合いますよ。ちょっとお塩と胡椒も振って、めちゃくちゃ栄養満点じゃないですか。明日の子供の朝ごはんこれにしよう。
皆様もよかったら作ってみてくださいね。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。元気ママのレシピ本、面倒なことしない野菜をすんごく美味しく食べるレシピ、今の季節にぴったりな大根やキャベツ、白菜や葉物野菜、根菜類のレシピがたくさん詰まってます。一人でも多くの方に野菜を美味しく食べてほしいが詰まった本となっております。ぜひ一度見ていただけたら嬉しいです。書店にないこともありますので、Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますね。皆様の毎日の食事作りのお役に立てれば嬉しいです。こちらのチャンネルは、野菜たっぷりで健康的な簡単レシピがたくさんあります。ぜひチャンネル登録していろいろ見てくださいね。